レアルソシエダ、年内にジャパンツアー実施を発表。久保建英が対戦相手に古巣 FC 東京を逆指名。昨年10月6日に安田グループとの戦略的パートナーシップを締結を発表していたレアルソシエダの締結発表会が11日、都内で行われた。発表内ではパートナーシップ契約締結だけでなく、ソシエダアカデミーの開校、そしてジャパンツアー実施も発表。久保とソシエダじゃ客はあんま呼べない気がする。ソシエダなんかじゃ埋まらんよ、勘違いすんな。ジャパンツアー企画とか長谷部かよ。ソシエダをタコ殴りにして J リーグの実力を見せつけろ。パリ SG とかセルティックみたいに J クラブに負けて恥かきそう。浦和レッズとやれ。こういうことは止めろ。チーム内で孤立する原因になる。マジで止めろ。日本人のいる日本のスポンサーがついたクラブなら集金ツアーやるだろ。また国立陸上競技場の維持費捻出のためのツアーかよ。なんかかっこええこと言うとるけどただの金儲けやんけ。これのためにオリンピック拒否か。夏になったら移籍して久保がいない落ち。